とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、スキルについて、ちょっと話したいことがあります。そのスキルっていうのがこれ。質のいい武器が出やすくなるスキル。このスキルってさ、意味なくないですか？俺これ、3つ重複させて、リンクにはつけてるんだけど、このスキルをつけたからっていい武器が出たことって別にないんだよね。これを装備していくのも別にマスターソードとか重心とかそういうのをつけていくので、何が違うのって思うんだよね。全く変わらない気がする。コメントでも何度か来たことがあって、このスキルをつけてない方がいいやつが出るらしいとか、質のいい武器が出やすくなるスキルはゴミスキルと、そういう風に言う方も結構いるみたい。まあこのまま話しててもあれなんで、一応プレイしながらちょっと話しましょうか。はい、それでは、まあとりあえず行きながら話そうかな。もっとなんかさ、効果が実感できる感じにしてくれれば嬉しかったんだけど、全く効果って実感できないよね。例えば、プラスプラスがすごく出やすくなるとか、そういうのだったらいいんだけど、別にそんなこともないし、攻撃力70後半のやつ、まあ、76とか、そういうのがポロポロ出るとか、そういうのも全くないので、本当に、ただただ、つけてるだけの意味のないスキルになってないかな。まあ、アプデとかあって、それで変更してくれればいいけど、今の状態では本当に、つけてる意味がない。ないよね。なのでこれをつけるぐらいだったら他のスキルをつけた方がいい。まあ今後に期待っていうことで一応つけててもいいのかな。まあちょっと本当に期待外れというか、そんなスキルです。結構出にくいやつだからね。一応ユニークなスキルだから効果はね、実感できるようなやつが来てくれればいいけど、本当に残念です。残念。質のいい武器が出るスキル3つ付けですね。それで、まあ、こんな感じかねえ、なんだろう、全部攻撃力が70以上がボロボロ出るとかならわかるけど、全然40代とか出るし、スキルもプラスプラスばっかり出ればいいけど、全然ノーマルスキルも出るんで、やっぱりこれ意味がないんじゃないかなって思う、本当に。はい、ということで今日はこのスキル、質のいい武器が出やすくなる、これ意味がないんじゃないか説やってみたんだけど、本当にね、意味ないと思う。これ実感できてる人ほぼいないんじゃないかな。まあ次のアップデートで、アップデートあるかもわかんないけども、まああるんであればこれ改善してほしい。もう全く意味がないので、さすがにユニークスキルだよ、一応ユニークスキルだから、もっとね効果が実感できるものに変えてほしいものです。ではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。